くっす。鍵開きますか。1000人の方がいるんで、ちょっと1000人お願いします。今日はお願いします。なんかあの祈りがあるらしいんですけど、40分間ぐらいあるらしくて、ちょっと一般のお客さんが今それやってるらしくて、それ待ってたらめちゃくちゃ時間かかったりとかするんで、一旦そこすっ飛ばして、もう滝いきなり浴びたいなと思います。お願いします。2時間歩くと聞きますけどね。え、2時間あるんですか。歩くと。え、でもね、近道行くと、まあ、近道があるんですよ。3分のね、2時間が3分になるどういうことやんそれ。え、YouTube 誰か知らんのにサインか。YouTube 光るね。光るで検索。サインくださいね。誰でもいいんか。いやー、寒いな。千人寒くないんか。ありがとうございます。おじさん頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。友人の時バンガローっていうところが発情体験させてもらうと思います。ここのフラガイ。フラガイ。おー、なるほど。全然あの前の人つかず行ってもらえない。うわー、かっこいい。めっちゃかっこいい。かっこいい。高めも出るんや。結構距離あんねんな。マジかよ。水の高さ確認していい。これ水です。水ですね。水冷たい。めっちゃ冷たいと思う。水ですわ。意味わかんない。手に早いですね、あと歩くのが。10年目にしてまさか滝を浴びるとはね。あ、来た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 。もう滝見えとやん。勢いやばない。やばい。やばい。雨とやばない。雨折れるんじゃん。どんな感じや。折れると思う。多分空気いかれるかも。やばない。すごい。結構やばいぞこれ。完全に滝浴びるんだって思いたくなるような設計やん。すごい。これ浴びる前に40分祈るって考えてやべえな。竹の棒を持って、はい、この棒を持ちます。結構勢い強いぞ。じゃあ前さんを見といてくれ。これ結構滑るから気をつけてよ。マジでここら辺から風がやばい。やばいぞこれ。ドキドキしてきた。やばい。水温 10.5。 10.5。 これやばいぞ絶対。やばい。 F ぐらい下げて。うわ、お願いします。お願いします。はい、やばいですよ、本当に。足元は気をつけてください。滑るから。私のだけだから。冷たい。めっちゃ冷たい。やばい。これやばい。えぐいぞ。あー、やばい。これやばい。やばい、これは。うわ、やばい。ほんまにこれ。これいくん。これだ。これやばいやろ。たぶん、やばいってこれ。はい、行きます。やばい、やばい、やばい。はい、声出して。はい、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 やばい、マジでやばい。 YouTube 日本になるわ、マジで。あー、本当に想像以上にね、水温がえぐいっすね、これ本当に。うわぁ、うわぁ、やり合わせ、やり合わせあるんですよ。Hey!
オッケー、千人千回で、これ入ってない、あ、これ入ってない、入ってない、オッケー、行こう行こう、オッケーオッケー、千人千人、オッケー、見本見本、千人と会社で行こう、ちょっと千人のお手本お願いします。俺より根性あるもんな。おお、強い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 。千人も千人も行ってください、千人も行ってください、千人行きましょう、千人千人行こう、千人行け、千人千人もっともっと後ろ、千人もっと後ろ、いや、マエスタ強っ、マエスタやばい、マエスタやばい、えぇ、ー、マエスタかっこいいな、マジでやばい、あーちゃん、あーちゃん、なんとかやりきりました。あ、正直ね、やばい。なんかもう、でも怖いのが今なんかちょっとポコポコしてきてるんですよね。確かに。なんか謎の、だから耳がめちゃくちゃ痛くて、あと口がなんかもう動かなくなってきてるんで、ちょっとこれ風とか吹いてやばいんで、すぐに車を戻って暖を取りたいなと思います。いやー、滝行なかなか気持ちよかったな。まあ、気持ちよかったけど、終わってみればめちゃくちゃなんかこう邪気が払われた気がするというか、なんかスカッとした気分にはなったな、うん、やってよかったなと思うもん、心から。すごいなんかこう今体が温まってきたというか、なんかポカポカしてきた。逆になんか体の調子良くなったんじゃないかって、ガチでそんな感じがする修行でしたね。でももう二度とやりたくないけどな。後にも先にもこれが最後なんちゃう、俺が体張るの。ちょっと千人の人は思わなかったな。あ、やばかったな。あいつマジでほんまに無理やりなんかしてきたからな、ほんまに。何回も俺断っとんねん。ドエス1000人な。ほんま1000人って感じの風貌やったのに、うん。で、次なんですけど、マエスさんがやりたいこと、はい、次もうその目的地に向かってるんですけど、温泉です。はい、来ました、滝行からの温泉っていう、もう一気に天国ですよ。今一番欲しいものかもしれないな。もう一番高いところで浸かりたいっていうね。なんか温泉って今まで行ったことあったけど、ゆっくり使ったことあんまないっていうか、なんかバタバタ使ったっていうか、そう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 、時間に追われながら、そういう絵だけ欲しいから使ったみたいな感じだけど、今心の底から温泉行きたいっていう。いや、ほんまに行きたい。体を温めたい。めっちゃきつかったな俺。 YouTube 今はやってきたけど、もしかして一番きつかったかもしれない。一瞬最大瞬間風速で言ったら、もっと夏とかやったらね、15度とからしいんですけど、水温が2月とかやったらもうマイナス15度とか、マイナス15度だったらマジ多分凍るんじゃない、凍傷レベルじゃない普通に。だって若干その気配感じだしな。いや、俺も感じた。マジでなんか口が動かなかったもん、最後らへん。だからもう千人がなんか無理やりなんか仕事してきて抵抗したんやけど、しんどくて、でもなんとか逃げ切ったけどな。あれほんまに千人のペースあったらマジであと 2,3 分あったと思う。でもっと入れるみたいな感じだったもん。いや、 2,3 分とか無理やろあれ。何がかかっとったらいけるかも。千人縛ったのかも。ほんまにこいつほんま自分入らずに、あいつしかも入るときカッパしとったから、ずると思って、ありなんかと思う、それ。まあでも千人ずっと案内係やから、さすがにもう風邪ひくんじゃない。確かにな、千人もノリがいいから入ってくれやけど、ほんまは絶対入らへん人やからな。絶対そうだ、ちょっと髪濡れるの嫌がっとったしな。これね、やったことない人はね、わかんないかもしれないですけどね、すっきりしますよ。まあでも確かにその気分は現れる感じしたな。まあでも10年間あんまり見せたことのない絵を見せれたんじゃないかなっていうふうに思いますね。俺他のチャンネルでこれ1000万積まれてもやらんから。ガチで俺絶対やらへんで。俺だって全部 NG やなって、水濡れるのとか。俺3分間4分間耐え切ったら1000万とかでもやらへん。やらへんやな絶対。自分のチャンネルで視聴者のためやからやれたっていうのでしかない。別に自分のためというよりもこう視聴者が見てくれるからやろうと思っただけやから、金とかじゃ無理やなこれは。
でもなんかこう心機一転じゃないけど気合入ったな。確かに気合は入った。いやマジ清められた気がする。こっからちょっともう極楽浄土路線に行こう。いやそれでもいいと思うです。あれ以上もしかもないしやん。これがまだ朝の出来事、まあ、だいたい今昼の12時なんですけど楽しかったな。でもなんかでも短時間やったけどなんかあんな経験あんまないもんな。なんか YouTube しとるなって感じしたわ俺。 YouTube 以外絶対やらへんがプライベートでこれ言っとけすごいなと思う。なんか YouTuber らしいことしたいなと思った。ほんま俺多分 YouTuber らしいことせえへんやん。うん、YouTuber らしいことしちゃったなっていう感じしたわ。でもあれ以上だったら俺なんか病気だったと思う。風邪ひいたりとか師匠でとったと思う俺ほんまに。間違いないです、うん、結構なレベルでやばかったよあれ普通に、うん、冗談抜きで俺も耐えれんかったもんほんま。まず耳の痛さに耐えれんかった俺は。耳めっちゃ痛いほんまに。耳がもう俺ちぎれるんじゃないかと思ったほんまに。ほんまに8切れそうだった。でもなんかこうすがすがしさはあったんやな。ちょっと悪いものが全部流された感じしたな。やってよかったけどね。確かに。いやよかった。これは最高の思い出になりましたね。いやーこの後の温泉は多分人生で一番気持ちいいんじゃないかな。多分なんかこうしんどいことをやったら普通が幸せに感じるから。まさには今それやわ。車乗っとうだけで今幸せやもん。こんな暖房つけて。暖房ってやっぱいいな。こんなあったかい女日常の、ね、ありがたみをね感じることができる。確かにそういう状況になって初めて気づくこともあるもんな。極限状態ですね。いやーやりきった。で、ブレーキなしで、アクセルだけ踏み続けていけるチャレンジ、うん、チャレンジしてるからドリフト行ったらドリフト。はい、温泉到着しました。最高です。すごい場所やでこれ。大自然が後ろに広がってるんですよ。あこれ滝行の横に置いとくべきやと思うんだ。これ一つ借り1000円でもバズると思う。絶対やると思う、うん、俺滝行サウナってビジネス思いついたら。水風呂が滝やねん。すごいで自然後ろこれが見れる。この景色を近くにしながら温泉に浸かれるっていうのは贅沢や、うん、この辺りほんまにこういうとこ多いから。山に囲まれとうから空気もいいし最高やねんな。人も少ないからゆったりと自分のペースで楽しめるっていう。ちょっともうここ離れたくないもんな。で、それすごいのが適度なこの浅さやから上が寒いからずっと折れるんだよ。なんか1時間ぐらい折りたくなるみたいな。眠くなるぐらいのちょうどぐらいなんですよ本当に。半身浴してるみたいな。ちょっと暑くなるもん。滝行からのあれがすごいからね。マジで大きなこと成し遂げた後みたいな感じすごいするもん。より一層気持ちいいもんな。俺いつも温泉結構すぐ出たいんやけどなんかもうちょっと離れるのしんどいもんここから。昼間から温泉ってなくて大使なんかきついよな。ここからもなんか寒いからさ佐藤この温泉の温まった状態で服すぐ着たいんやけど結構その脱衣所まで距離あるから冷えてまうよな体。あとこの落ち葉が普通にその辺から落ちてくるっていうのもねまたいいんでしょうね。うわあ落ち葉が落ちてくるんやな。これめっちゃいいな。落ち葉落ちてくるのめっちゃいいと思うわ。大自然に囲まれて温泉最高っすね。ぜひ皆さんもこう滝行からの温泉経験してみてください。マジで思った以上になんか幸せを感じれます。あんま感じれると思う。温泉の効果5倍ぐらい増すのよ。じゃあちょっとねしばらくゆっくり使ってからご飯行きたいと思います。はい、温泉のところでレストランがあったんでね、ここでご飯いただこうと思います。いただきます。いただきます。めっちゃうまそう、これ。景色がいいな。やっぱり、ここは月見そばみたいな、とろろそばみたいなの食べました。いただきまんもーす。うまっ。この冷えた体に染み渡るな。うまい。めっちゃうまっ。うまっ。滝行者だったら全部がよく感じるな。滝行はほんまバイキルトみたいな効果果たしてる。幸せを感じさせてくれるな。味噌汁、くすうまいな、これ。いただきます。めっちゃサクサク、エグレベルのサクサクです。回復めっちゃ甘い、これめっちゃ甘い。俺ら3人で車でどっか行くこと自体ももう結構久しぶりだもんな。長期ではないよな、瞬間的にはあるけど。最近娘がスイッチのテニスめっちゃハマっとるらしいわ。テニス部に入ろうとするん。いや、テニス部には入らへんけど、マリオのテニスあるやん、あれの動画送られてたって、スマッシュとか打っとったの。どうでもいいから、そんな話。いやいや、お前の娘に興味ない。一応俺からしたらメインに当たるかもしれんけど、まだメイウェザーの方が俺興味あるお前のメイより。メイウェザーの方が興味あるわ、まだ。あいつは俺と喋らへんの。緊張するんじゃない。全員のことは認識しようよ、ネクセの。いつだって俺と喋んねん。もうすぐクリスマスじゃないですか。ヒョロさんプレゼントあげるんですか。メイン、はい、あげんやろ。誰がプレゼントもらったことないんや。タンプレとかもないんすか。誕生日いつか知らんもんな。誕生日もそれこそ明日や。ええリアルにすごい明日なんや。リアルに、うん、今日誕生日プレゼント買おうかな。買うわそれは俺ほんまに。俺も一応リアルに明日やわほんまに。おじさんとして一応あいつからおじさんっていう立場やろ。まあおじさんやん。いやなんかもうちょっと中学生ぐらいだったら俺とまともに喋るんだね。分からんけど知能が俺に追いついてから俺も喋りたいわけ。結構派遣のことや。そう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 。最低限のな。照れくそうになんか恥ずかしそうにするからじゃあまだ俺と関わる時期じゃないかと思って。最近ダンス習いだしたから。このダンスのポップのやつでね。普通の一般的な邦楽とかヒップホップみたいな。ヒップホップじゃないじゃん。
学校とかで、うん、もうなんかあるわけよ、絶対ダンス。韓国っぽいやつか。簡単に言ったらまあアイドルとか踊っとるような感じか。ダンス必修科目なんですよ。うん、やりだしたな。やっとトンせんよ。将来もし仮に TikTok とかやるじゃんってもさ、全部あれダンス来てくれやし、なんかダンスやってそんなことないと思うよ。水泳もいいなと思ってくる。水泳はなんか俺の奥さんがやっとって肩幅が広くなったっていう。あ、それみんな言うな。そうそうそう、だからやらせたくないみたいな。まあそれは確かにな。でもなんか水泳ってめっちゃいいやん、体幹も鍛えれるし、でも頭も良くなるらしい。頭めっちゃ良くなる。水泳は、うん、水泳やっとったら頭いいらしい。ピアノと水泳やっとったってめっちゃ頭いいらしい。ピアノもないよ、さっき使うから。あー、なるほど、関係あるやん。確かにピアノやっとこうやってアホなことおらんかったもん。いや俺も学校でピアノやったやつで、みんななんか通信オール A みたいなのばっかりで、全員嫌いだったもん。普通に。いやほんま優等生やん。優等生。ピアノ通信習ったやつは県内の高校の上位2校に取ったの、両方。うん、5人おったんやけど5人とも行ったもん、上位2つ、西高東高っていう。だから俺も中2ぐらいで、あいつらとは違う人生なんやなと、もう分かったもんね。学校時代とは歩む人生が違うから、別々の道を歩もうっていう。オレンジレンジの道しるべ聞きながらそう思った俺。ピアノ弾くこと道しるべと聞いてなそうだもんね。絶対聞いてないもんな。ピアノ弾く人が聞いたって言ったら、ほんま当時言った甘い色の髪の乙女とかじゃない。うわー、確かに。あんなあれどっちの路線ね。俺なんてヘイニージェイ聞いただから気分上々。でも子供の習い事問題は絶対親になれば考えると思うけどな。俺でも結構本人やからな。俺らが本人でそうだったから大体。でも今の子やっぱ習い事したもんな。特に都会の子供も絶対差してレジとかあるんや、なんか子供もしできたら。女の子は分かんないですけど、男やったらスポーツ、球技、格闘技だって。あ、でも格闘技もちょっとロマンあるよな。確かに。そうなんですよね、強くなるっていう。強くてそんなことないですからね、男は。そう、まあ、得だもんな絶対強い方。頭揺らされたらアホになるらしい、凍結するらしい。だから殴られた人って知能が低いらしい。そうなん、そういうの確かあったはず。確か。なるほど、ね、そうなると球技ですかね。野球になるやん。野球っすね、やっぱ。まあ、野球好きやから。でもどうせ自分のランナーコーチしちゃったその現実を受け止めた方がいいから、ね、確率論で言ったら。そのパターンもあるんですもんね、乱行できないパターンもありますね、うん、あ、ベンチとか、うん、まあ、背番号すらもらえへん可能性もあるからな、うん、人が多いとこ行ったら。確かに、確かにな。ガチな話、小学校で分かるやん、センスって。もう、うん、こいつもあかんなっていうタイミングで。でもそれで野球やろうって どうすんのっていう。それめっちゃ伝え方とかとど結局本人の自由っちゃ自由やんか。やりたいわけやもんな。でももうセンスが明らかにないわけよ。もう絶対にレギュラーになれへんねん。これはまずいっていうセンス、うん、やった時、うん、どうする親としてどう向き合うのかってめっちゃむずくない。もうでも子供が納得するまでやらせてあげるのが親なんでね。俺でもこうやって、プロの世界やん、それ。小学生の段階でその気づけるわけないやん、自分の才能にはな、うん、まあでも分かるやつは分かると思うけど、得意かどうか分かるやん、自分が。でもその子がやりたかったらやらすんじゃない。まあな、難しい問題やけど、確かにそれ。でも親心としてはやっぱこうさ、活躍しまくってほしいわけやんか。ベンチおる姿応援しに行くっていう意味分からへんやん、正直。そうっすね、まあ、それは応援は確かにできもん。そうそうそう。で大体しかも、これほんま俺野球あるあるか分かるんだけど、ベンチおる子の親は大体何個かあるんだけど、アクエルとか支給してくれるんだから。子供が活躍してんから分からんけど、親が活躍しようとして、なんかこう世話好きな親が多いっていう。そういうとこあるやん、若干。ゲータレードとか支給してようかな。絶対にし、うん、フーリッシュが、フーリッシュがゲータレード支給してきてな。めっちゃにこやかな笑顔で。確かにその問題に向き合わなあかんとくるやん。だからそのセンスとか才能って人しか与えられるもんじゃないから、向いとることが好きなことか分からへんやん。でもいつか大人になって持ち合ってるわけ。それをこう早い段階で綺麗に導いてあげる方がいいのかっていうのはむっちゃむずいところだ。いやむずそれ。あ、こっちの方向いとるなって俺ら気づいたとしても、それをどう伝えるのかっていうのと、やりたいかもしれんもんな、それが。結局向いてなくてもむずいところだな、それな。いやでも俺やっぱ男やったら、なんかもう才能発揮しまくってほしいなと思ってまうな。活躍しとか見たいもんね、やっぱ圧倒的に。そう、分かるもんな、すぐ分かる。それは分かる。大人だと分かるもんな。だから俺今になって思うと、俺のおとんが俺が野球やった時にめちゃくちゃベベタ褒めしとったけど、俺自分できつとったわけ。100人よったら70番目ぐらいにうまいみたいなぐらいなのになってきつとったから、こいつ嘘つきやなと思ってた。心の底からこいつはお世辞で言ったんやみたいな。それかもう見る目がないんやなって分かっとった自分で。俺は見に自分が野球向いとったと思ったんや。なんとなくやってたんで、小学生の頃とも。みんなやっとるかやっとるんだよ、そのレベルは。そうっすね。この問題ちょっとえぐいな、確かに。来た人数多いチームに入れば入るほどその確率上がるもん、ね、常連校みたいな。強豪校でレギュラーってなるだけですごいから。確かに強豪校行くだけでも結構あれやもん。ましてそこの4番とかピッチャーとかってやったらすごいよな、うん、自慢できるもん、ね、そんな強豪校で4番ハットとか。しかもその将来気になるやん、こいつどうなっていくんだろうってな思わん。ドラフトとかもさ、どこまで行く、ドラフトかかるってやばくない、自分の息子が。やばい。男やったらやっぱちょっと考えてもらえな、そこまで。じゃあ光は何やらすの。今やったらほんまにだから仮想通貨 NFT
やらすしかないな。まあ、仮想通貨やらす、まあ、ビットコインのシステムについてまず勉強させて。これが一番賢く今度座ってたやんもん。幼少の頃かそんなこと やったらただまあガチな話したら金子供が稼いでも夢ないから金困ってないから感動できることをしてほしいけどな。どう感動一緒に感動できること、いや甲子園優勝して感動しそうじゃない、あ確かにとかそういうレベル可能とかあるやん。ワールドカップ出たでも仮想通貨でビットコイン分かっても感動せへん。まあ確かに泣くやつおらへん。それ別に光ができることやもん。そう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 、できるし、まあ、そういう意味で言ったらやっぱスポーツとか部活動、スポーツって一番分かりやすいもん。だから逆に言ったらあの音楽とか地系じゃないやってくれた方が俺は応援しがいがあるというか面白いなと思うけどな。娘ってなったらもうほんまじゃ何もないな。息子やからあるって感じよ。男やったらちょっとなんか雑に扱ってもいいと思わへん。まあまあ思う正直。だいたい娘おる人って厳しくできへんやん父親って。俺もそうやもん。男やったらな何でもほんまありやもんな、うん、女の子はなんかちょっとかわいそうとかっていう感じが生まれてしまう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃあちょっと一旦車を乗りたいと思います。